皆さん、こんばんはです。あ、おはようございます。まずですね、さっき言ったように、二宮さん、桜井さん、あ、すいません、相葉ちゃん、いや、ちゃん、二宮さん、相葉ちゃん、そうちゃん、おめでとうございます。この曲目ですね、さっき2つを説明したんですけども、1つ目が、嵐の、松本潤さんのドラマ使い方と、この曲目は、ラブストーンズ、あ、違う、ストーンズがない、ラブ、ちょっと待ってください。ラブ、あ、ソン、ウィートと、愛を叫べを伝えたいなと思うので、聞いてください。ラブです。聞いてください。二宮さん、相葉ちゃん、そうちゃん、本当に私心の中で皆さんに届けるように歌います。聴いてください。わーうーわーわーイエーイエーイエーわーうーわーイエーイエーイエーわーうーわー輝きたのは何年も太陽でもたくてき気づいた時からななにぬるるもとつとねにまなもれぬちちなるそうにまたきたつ傷つきた夢はきっともとたなたねそんなに君で愛の歌を寝のなく二人が離れていてもどんな好きな人に出歩きせにどこと行きたってもっと最高のもんにはきっとその思い楽しんでる音がせけな掃除を Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah. Oh, oh. そんな泣きぬのに寝ぬように戻れもたのにぬ敵のなる君の桃もひねあぐらたくなってちたちのくのなねなにみんなでなるそりななきたす曲がりぬれてなのつたつのなにちはどこねひとつ虹になれ思い出つったつった盛り立てたいなつたりなとくれにいてもどんな好きなになれもくれてたもんね何でも学んでもと最高もねにきっとそのねなりなあげないのくな掃除なな今の見苦しさつたりおちとしだわ離れなっていにやつってどこにあきゃ君のかな感じてる思い熱立つの忘れないさなく何か離れていてもどんな仕組みに何になる季節にどこだい来たってもっと最高もないにはきっとさった思いね信じとかせけあけなりあくまないか信じねとかせてがそうにおう
まあここか。はい、次が愛の叫びですね。お待ちください。なんかさ、もうやばいね。愛の叫びを歌ってときにさ、翔ちゃんも喜ぶやろな。もうびっくりしちゃったよ。うん。はい、聞いてください。愛の叫びです。なんで？おかしいでしょ。ごめんね。ちょっと待ってね。なんかおかしかね。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいね。うるさいな。なんかおかしいか。けど、なおなねなとのまなまななぜなぜ、おれちだとたなちななとまに、ねねななくるまななてななななぬさ、なつなしたべべなつたちしけねんち。なななやつなのはなれにのまなまなのまなななくなくなるなぬなななあやややや、あんしなぬなちさりなだりだりとにのまなねなななななにみしゃにのつりのぜなななな、あややややあんしななってとつばせなしやわせに、なんてもつなくなるねめめかまなりにおいで愛を叫べ。まむしてそれてくれたりけぼ、今日も時間のまるやなななちあなて、俺たちやつと同じななとまに、あなたでむかななてなれなれるさ、るいえさにえのならめめのさなるしゃななち、なななつなななに、なまななまなまななくな、ぬなぬなぬななま、あいや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 、つなつなつなな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 な、あいや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 、つなねてどっちまうせあらしあらせに、だいねもにぬななにふねねに、ねまなににあいね、あいやさけめ。なまん。なぬまるなな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 、あいやいやいや、あしらぬの小さりなななうとにのちゃまちふぬぬぬぬしゃ、
みんなうちだって、だなななあいやいやいや。んなななななてとちばせなちせに、ななななな。やれてね、やまなつねないで、あよ叫べ。たりたりたり、みやにゃにゃにゃね。たりたりたり、おめでれと、このつねな。おめでと、このつね。はい、ちょっと響くと思うんですけども、私も嵐の皆さんに私が言いたいことあります。二宮さん、本当にドラマを見てくれて感謝をして、まあ、いろいろ、映画も見たんですけども、本当に楽しかったでした。相葉ちゃんもね、いろいろのドラマや、あとね、あの音楽の番組とかいろいろあるんですけども、本当にあの近いお疲れさんってことで、で、そうちゃんはあのメンバーがね、お話し合い、自分で決めることを、リーダーを言われたことを、4人でしっかり守っていきたいと思います。そうちゃんもあの前を向いていきたいと私は思ったので、メンバーをね、あの私もここから応援しています。本当にね、あのファン皆さん方も、まだまだあのお祝いしたい人がいるので、皆さんぜひあのコメントね、皆さんにお願いします。グッドコメントよろしくね。で、またねー。